準備はできたのか？お、そうか。なら船に乗る奴らに声をかけてくる。ちょっと待っててくれ。待たせたな。やっほー、ピリス。これが竜巻を越える船。なかなかいい船じゃない。気に入ったわよ。ですって、よかったわね、フィリスちゃん。フィリスちゃん、どうかしたの？カイさん、ソフィー先生とプラフタさんは？まあ気づくよな。その声はかけに行ったんだが、どうしてもやらなきゃいけないことがあるから船に送れないって言われちまって。そうなんですか。ああ、そんなにがっかりしないでくれよ。見てるこっちが辛くなる。ちょっとカイさん、あれ預かってたでしょ？おっと、そうだった。ほらよ、フィリスちゃん、手紙よ。ソフィーさんがフィリスにって。先生から？フィリスちゃんへ、急なお手紙でごめんなさい。私たちどうしてもやらなきゃいけない用事ができちゃったの。だからフィリスちゃんと一緒にお船に乗ることはできません。本当にごめんね。でもこの町でフィリスちゃんに会えて私はとっても嬉しかった。フィリスちゃんが錬金術の練習を頑張ってきたっていうのもすぐに分かったよ。このまま行けばきっと公認試験にも合格できると思ってます。だからカイさん、お船今すぐ出せますか？え、まあ平気だけどよ。ソフィーちゃんたちのことはいいのか？はい、大丈夫です。ちょっと手紙最後まで読みなさいよ。気になるじゃない。内緒。二人とも行くよ。ほら急いで急いで。急に元気になっちゃって。手紙何が書いてあったのよ。さあ、でもきっとよっぽど嬉しいことが書かれてたのね。さあ出航だよ、竜巻。いざ尋常に勝負。あ、ちょっと待ちなさいよ。だから次はライゼンベルグで会おうね。
ントしちゃって。もうちょっと喜びなさいよ。喜んではいるんだけど、なんか力が抜けちゃって。それも仕方ないわ。思ってたよりずっとすごい竜巻だったもの。でもフィリスちゃんやったのよ。その竜巻を越えられるような船を作ったのよ。えらいえらい。やっぱりフィリスちゃんは可愛くて賢い私の自慢の妹だわ。痛い痛い、リアネ痛いってば。おい、そろそろ向こう岸に着くぞ。降りる準備をしてくれ。いやー、しかしすごかったな。あの竜巻の中をびくともせずに進む姿、こいつの勇姿、目に焼き付けたぜ。そうね、まあ竜巻を越えるのはもう二度とごめんだけど。私もなんだかようやく実感が湧いてきたよ。このお船であんな大きな竜巻を越えたんだよね。ええ、ここはもう湖の向こう岸、ライゼンベルグだってそんなに遠くないわ。その通りだ。試験頑張れよ二人とも。俺も応援してるからな。さて、俺はしばらくここに残るとするか。船をほったらかすわけにもいかないし。あら、ウルスハイムには戻らないんですか？俺が先に戻ったらフィリスちゃんたちが向こうに帰れなくなっちまうだろう。私たちのためにありがとうございます、カイさん。おっと、今さら水臭いことは言わないでくれよ。俺たち一緒に竜巻を越えた仲じゃねえか。さてと、私はここでお別れしようかしらね。イルちゃん一緒に行かないの？何よ、どうせまたどこかで会えるでしょ。それはそうだけど。そんな顔してもダメよ。私は行くからね。それじゃバイバイ。あ、行っちゃった。照れちゃったのかしら。一緒に旅したかったのに。仕方ない、私たちも先に進もうか。お、そうか。フルスハイムに戻りたくなったらいつでも声をかけてくれよな。